This program will be brought to you by the following sponsors.夢と現実、精神と物質の狭間にある場所。どれ？あちゃう！あなたのお姿とその分身、受けたまわりました。女を捨てた肉食獣、男勝りの足技系ドラゴン、里中知恵。女捨ててないからふざけんな。テレビの中？いつもと雰囲気違うような。レディー&ジェントルメン、さあ始まりました。大注目の格闘番組、実況は私、みんなのリセチーだよ。ここでは日頃溜まってる鬱憤とかそういうのガンガンぶつけ合っちゃって、白黒はっきりつけちゃいましょう。あーって、おいマジ？てか、リセちゃん、何やってんの？これより、P1 グランプリ開幕だ！男の中の男たち、出てこい子だ！ちょっとちょっと、何よこれ！ P1 グランプリ？クマ！あんたのその格好も何なの？出たな、肉食獣！このキャプテン・ルサンチマンが退治してやるぜ！肉食獣を言うなっつーの！てか、花村までおかしくなってんじゃん！ひょっとしてこれ、他のみんなも？へっ、人のことより自分の心配しとけっての。今からこの俺様に叩き潰されんだがな。はあ？何よそれ。どうあっても戦おうって気？だったら容赦しないかね。ラウンド1ファイト。俺、これだの女よ。で、あなたは世界の登場よ。やるわ！かなりの大ダメージ！これはかっこいい！もっと見事な強制チャンス 100% ってことね！あるか！あっと！実力差は歴然か？ラウンド！さあ、このままやられてしまうのか。さあ、
怒涛の猛アタック、追い込めるか。見事な先制攻撃だ。先生の一撃が決まるか。やられた。くそ、正気に戻ってくれよ、里中。それはこっちのセリフでしょうが。花村やる気満々だったじゃん。そりゃお前だろうが。で、ちょっと待てよ、なんか話が噛み合わねえぞ。さすがキューちゃん、見事だ勝利くばね。ちょっと熊吉、これは一体どういうことよ。ふふふ、知りたい熊か。それを確かめたくば、次のリングに進むくまよ。ちなみに勝者しか進めないので、よろしくま。どうなってんだ、さっぱりわかんねえ。花村はここで待ってて、くまくん見つけて真相を突き止めてやる。圧勝、すごい試合でした。みんないいのかな。でも倒せば花村みたいに正気に戻るはず。よし、操作開始。ネクスト2回戦。見た目は子供、脳は化け物。IQ2000 の KY 探偵、白金ラウト。決戦の火蓋が今。さあ、2回戦始まるよ。イノシシみたいに戦うだけの強さじゃありません。誰がイノシシだ。ラウンド1。探偵にできないことは何もない。探偵王に広がれなおら登場。でもな、まさに世紀の一戦、互角の勝負だ。動きは互角か。行くぞ。両者チャンスをものにしたい。これを守りきれるのか。少し焦りが見えてきたか。てめえが止まらない。これは勝ちだ。もっと損じちゃった。取ったんですね。まずワインの粘り。さあ追いつけられた。次のラウンドは大丈夫なのでしょうか。盛り上がってきたわね。このまま勝負に混ぜてきた。攻める。やはり相手が強かったのでしょうか。うわっ、一気にこう。バンクルワスが起きなかったようです。すごい試合でした。やっぱみんなおかしくなってるよ。早くクマくん見つけてやめさせなきゃ。
3回戦バラと肉体のフリーザに戦慄のガチ抜き構成タチンカンジ。会場は興奮状態だ。お次は3回戦だ。盛り上がっていこう。足技がなんぼのもんじゃ。うわ、テンション高い。ラウンド1伝説いまだ健在。今からたくさん入ってきてここにある。敵は攻めは止めない。すごい試合でした。なあ、もう熊吉どこいんの。見つけたら絶対お仕置きだかんね。さて、お次はこいつだ。その刻印すべてを取るインストオブギリドクマ。来ました。4回戦ですね。あー、やっと見つけた。ちょっとこれどういうことなの。きっちり説明してもらうかに。やぼくまね、ちーちゃん。男は口でなく拳で語るものくま。女だっつーの。捨ててないから女。男は黙ってかかって聞いちゃい。聞けよ。頭きた。顔面きつ当たりしてやる。ラウンド1ファイト。初めて頭きた。クマが降り立った。
両者の差はわずか。は起きなかったようです。ちーちゃんひどい。何も本気で蹴らなくてもいいクマジ。挑んできたのはあんたでしょうが。それじゃ話聞かせてもらうかね。どうしてこんな番組仕組んだわけ。まあクマ、そんなの知らんクマよ。誰かが考えたサプライズ企画じゃないクマか。本物のリセちゃん。やっぱり実況のリセちゃんは偽の。てかコスプレグマ、あの帽子にマントの。すごい試合でした。真犯人は偽クマ。それにリセちゃんが捕まってるってやばいじゃん。早く放送室に行かなきゃ。さてお次はこいつだ。かわいいナナコは大根おじさん、あばれのセスコン番長、ナルカミユーア。一体どんなドラマが生まれるのか。第5回戦、会場は熱気で包まれています。サトラ、特訓の成果を見せて。戦いたくないけどやるしかない。ラウンド1。稲葉のレッスンに直美の伝説バッグが天才が返してきた。さてお次はこいつだ。帰ってきた力の挑戦者、冒険のプロテインジャンキー、サラダーギフト。
ご期待ください。6回戦、互いの野心が渦巻き逆巻き牙を剥く。あたしら以外に人がいるなんて、まさかシャドウじゃなさそうかな。それはこっちのセリフだ。お前どうしてここにいる。あたしはこの事件の真犯人を。てかあんたこそ何なの。真犯人だ。まるで探偵気取りだ。悪いが長話してる暇はない。ここは通させてもらうぞ。はあ、冗談じゃないっての。私だって先に進まなきゃなんないんだから。そうか、ならば仕方ない。やるしかなさそうだ。この人もペルソナを。でもみんなのために負けらんない。ラウンド1ファイト。戦いはあなたがここにいる。ドクター田中明彦、今に行くぞ。このリードを許さないところで、果たして僕の作戦、逆転の一手を何かしろ。はい、体力豪華だしよ。これで余裕が出てきたか。クラウン体力逆、ボーイの粘り。さあ追い詰められた。一斉からの見事な逆転劇、これは熱い。両者チャンスをものにしたい。攻勢一方、これは切り替えだ。攻めが止まらない。もっと得点、今一手となるかしら。残念、あたしに頑張ってね。やるな。ただの探偵気取りじゃなさそうだ。当たり前でしょ。あたしは事件を解決して仲間を助けたいの。そうか、すまない、言葉が過ぎたようだ。いや別にいいけどさ。俺は真田昭彦だ。お前は。私は里中千恵。てか真田さんの言ってた目的って何なの。研究施設からの移送中に失われたある兵器を探している。対シャドウ兵器ラビリスだ。対シャドウ兵器。シャドウについて知っているようだな。ならば話が早い。俺の頼みを聞いてくれないか。いいけど何。この先にいるはずのラビリスを回収してほしい。あいつは事件の核心にもつながっているはずだ。ここからは勝者しか進めんからな。頼む。事件の核心にそのラビリスが。分かった、できるだけやってみる。すごい試合でした。ラビリス、事件の核心、偽物の妻とどんな関係があるっての。わからん。とにかく先に進まなきゃ。さて、お次はこいつだ。孤独な玉座で悪を裁く孤高の処刑場、霧城ミツル。さあご期待ください。ラッキーセブンの7回戦、勝利という名の幸運をつかむのは果たして。この先は私が行く。使命のためだ。私だって聞けない。
ラウンド1ファイト。この上に立つ人が絶対に左へ行くぞ。ヘイクルーレトランプのリードを生かしてくれる。ヘイクルーレン防ぐ。カリー防ぐ。ウォーターダイレクトに行ってきた。ヘイクルーレンカットしろ。よし、予想に反射しろ。嘘やって言うて。え、
どうしたの？嘘って何が？とにかく一旦外出よ。探してる人もいるみたいだし。いやいや、うちは戻らん。どうしても連れ戻す言うなら覚悟し。危ない、知恵先輩。ラウンド1、ファイト。何だ？この気味はね。おかしくなった幻を見て殴り合った。ちゃう、うちはこんなん望んでない。普通に学校通ってるような連中を自分と同じ目に合わせたい。それがあんたの望みでしょ。だから学校で格闘大会ってわけよね。そんなんちゃう。仲間同士をガチで争わせれば自分の苦しみを理解してくれるかもしれない。いいえ、分からせてやりたかったんでしょ。違う、うちは。けどね、結局一人で。いいの、ここからは私がやる。やるって何を？決まってんじゃない、皆殺しよ。昔のあんたみたいにね。やめて。違う、昔のあんたってどういう。ってかそれ以上言っちゃダメ。あんたなんかうちやない。力がみなぎる。
それはシャドウつって、心の中にいる認めたくない自分っていうか、もう一人のうち。すごい、人間と同じじゃん。ちゃんと心があってシャドウまで抱えてさ、辛かったんだね。ごめんな、ずっと見ふりしとって。うちがあんたを一人ぼっちにしてた。うん、あんたはうちなんやね。さーて、これで一件落着。この格闘番組も終わんだよね。みんなも無事みたいね。はあ、よかった。てか今何時？何日？また事務所に怒られる。私もお腹ペコペコよ。こりゃあいやで肉丼特盛りこうかな。さあラビリスも一緒に帰ろう。え、うちも一緒に行ってええの？当たり前じゃん、早く行こうよ。ピンチ乗り切った同士じゃん。私あなたと友達になりたい。ダメ？そっか、うん、ありがとう。ラビリス？ご覧のスポンサーの協力でお送りしました。